広島高速交通株式会社は、広島県広島市で、自動案内機常識旅客輸送システム路線、アストラムラインを運営している、鉄道事業者。広島市などの出資による、第三セクター方式で設立された、第三セクター鉄道の一つである。本社所在地は、広島県広島市浅南区長楽寺2丁目12番1号。 2009年8月8日より、アストラムラインでも IC 乗車券、パス P が導入され、西日本旅客鉄道の発行するアイコカも利用できるようになった。またかつては、磁気検識乗車カードとして、アストラムカードを発行していた。パス P 導入会社の中では、唯一、自動改札機を導入している。中四国地方の鉄道会社で、初めて自動改札機を導入した会社であり、 当時は地元メディアで話題となった。路線の愛称はアストラムライン。アスト電車を意味するトラムからの造語である。通称はアストラムラインやアストラムである。また、地域住民はさらに縮めてアトム、アトムラインと呼称する。16個の丸が規則正しく並んだマークを採用している。丸は生命、地球。 平和を丸の規則正しい配列は、人、心の集まりを呼び、安全、快適を表している。色は原則大々色であるが、大々色が背景となる、車体側部や駅入口看板等では、黒色の丸が描かれる。駅の一覧、運行形態は以下の項目を参照のこと。2020年7月現在、6000系が23編成。 7000系がに編成が在籍している。なお、長楽寺の車庫から本線への取り付け部がデルタ線となっており、入出個時の向きにより、編成の向きは一定していない。開業から20年が過ぎて、車両の更新が課題であり、24編成の更新に118億円の費用がかかる見込みである。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。 ありがとうございます。